都へ登る道すがら摂津の国生田の里へ着いたのはまだ春も浅いある朝のことでした。ほどろに残る春の雪間には若菜を摘む里の娘たちの歌声が爽やかに響いていました。この辺りに求め塚と呼ばれる古い塚のあることを聞き及び、旅の土産に見てもおこうかと若菜を摘む娘たちに申し申し、求め塚とはどの辺りかと尋ねますと、求め塚とは聞いてはいるもののどこにあるかは知らぬというつれない返事が返ってきました。まことに今日を生きている人々にとって昔のことなど考えるいとまはないのでしょう。私は諦めて生田川の方へと歩いていきました。夏見の人々は皆帰ったのに、御身は一人何故ここに残られたと尋ねると、それには答えず、先に求め塚のことをお尋ねになりたもうたよのう、まことに見たくおぼしめすなら私お連れ申しましょうと私をいざないました。さて、この求め塚の言われはと尋ねると、娘は青ざめた面を上げ静かに語り始めたのです。今を去る500年も昔、この辺りに住まいいたしておりました、うなよ乙女と申す者の塚でござりまする。うなよ乙女は御仏の尊き教えを映しながら、ひたすら清らかな道を求め、朝の読経、夕べの供養を欠かさぬ信心深い娘でございました。梅の花の仁王春のことでした。秀才の聞こえも高い摂津の若者笹田尾の子の胸には、うなよ乙女への恋の炎が燃え出していました。
同じように武勇の誉れも高い泉の若者チヌのマスラオもまたうない乙女への恋の火を消しかねていました。窓越しに月の光の押してるその夕べのことです。うない乙女は無心に祈っていました。その静けさをかき乱してもたらされたものは二本の目替えに結ばれた二通の文でした。笹田男の子の切ない恋とチヌのマスラオの割りなき思いが同じ日同じ時同じように届いたのです。うない乙女にはどちらとも決めることができませんでした。片方を選べば片方への恨みとなることでしょう。うない乙女はどちらの若者をも傷つけるに忍びませんでした。このように二人の男の間にはさまざまな争いがありましたが、うない乙女はどちらにもなびくことがありませんでしたので、何も決まらぬままに時は流れて、花も終わりのある朝、とうとう恐ろしいことが起こりました。あれは風の強い朝のことでございました。あの生田川の川面に遊ぶおしどりを射止めて勝負をつけようと、二人の男は足村のざわめく河原に降り立ちました。おしどりの一つの翼に当たっているではありませんか。無残なこと、あの罪のないつがいのおしどりさえも我がために中を裂かれてしまったのです。
これを最後の言葉として、乙女の姿は、あの川波に飲まれてしまいました。里の人々は哀れに思い、こうしてこの塚に葬ったのです。それから、うない乙女が葬られた、その夜のことです。二人の男は引き寄せられるように塚を求めてやってきました。乙女の死んだ今、何を争うことがありましょう。二人は悲しみを分かち合ったのです。私の罪になるのでしょうか。何卒我が苦しみを救いたまえ。私が見たものは世にも無残な有様でした。一体うない乙女にいかなる罪があるというのでしょう。乙女はただ人を傷つけたくないばかりに自らの命を絶ったのです。それなのに今逃れることもできない家宅の中で、黒金のおしどりは乙女の脳髄をついばみ豪華に苛まれ、500年もの間繰り返し繰り返しこの苦しみを続けているのです。
私の祈りが届いたのでしょうか。うなよ乙女は地獄の底から起き上がると、御仏の教えが耳に触れ、いくらか晴れ間が見えたようです。ありがたいことでございます。悪夢のような一夜が明け、何事もなかったようにまぶしい日の光がさしてきました。振り返ってみると、見はるかす幾多の川が突然炎を上げ始めたのです。野も山も森も林も、道端の春の雪さえも火炎となって燃え盛っています。あの哀れなうなよ乙女が昨夜私に示した固くというのは、実はこの世のことではなかったのか。私は思いに沈んで幾多の里を去ったのでした。